10いったらどうします？すごい、なかなかまあまあの強度ですよね。さあ、いきます、せーの。こんばんは。お金をかけずに誰もが楽しめる釣りを提案する釣りのレシピ、釣りレシピです。お疲れ様です。さあ、ね、サムライジグリアルカラー、今のところリアルカラーよりもやっぱり去年と一緒で、まだダイソージグのプルピンが、強い状態が、続いていますね。ただあのダイソーのね、細い方のリアルカラー、同じリアルカラーでもサムライではなくて、ダイソーのこの細い方は生地旗釣り上げてますんで、いけるかもしれません。さあね、サムライジグR、また活躍の時が来るんでしょうかね。で、ダイソーのね、このメタルジグフルフラットの 60g ヘビーウェイトですね、とか、これはねクロスライド 40g メジャークラフトさんですね。さらに、ジグといえば最も安定しているというか王道と言われている、ジグパラの 40g、 この色すごいいいですよね。つるっとしてる、なんかグローでね、濁った潮には本当に効きそうな感じです。ということで、いやー、いろんなね、何を釣ろうかなとか、考えてたらですね、またダイソーから新商品が出ていました。それはじゃーん、ブブーメジャークラフトさん、はい、テリン、これですね、アシストフックのシングルフックと、あと、すいません手に入らなかったんですが、これと同じような、これと同じような段差になってないんだけれども、ダブルフックの方も、発売されました。なんとこの青物をね、本格化するっていう前に備えて、アシストフック、いや元からアシストフックあるじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、元からあったアシストフックの大きさに加えて、この大きなサイズのアシストフックを今回ダイソーはチョイスしてきました。いやー、この辺のね、これを選んでくるあたりが、このサイズを狙ってくると思ってなかったですよ。その辺がちょっとダイソーね、なんか勝負かけてきてるっていう感じがしますですね、本当に。ダブルフックもシングルフックも16号と20号のラインナップとなっているようです。私が得た情報では20号と16号という展開のようです。で、これがね、出たんかなと思ってたんですけど、この、フラットについてるやつですね、ダイソーメタルジグフラットに、ついているこの黒の、これが出たのか、ついてきたのかな、単体で発売されたのかなと思ったら、糸巻きが赤色になってました。で、これとね、全く違うのかどうかとか、また京都試験やっていきたいと思いますので、お楽しみください。さあ、じゃれん、16号。ちなみにシングルフックのこの16号は目安としたらメタルジグは 40g から 80g ということですね。炭素鋼、ちょっと見た感じはね、そんなに錆に強そうには見えないですが、実は一回使って洗っていないですね、このメタルジグフラットの、見てください、錆びてないんですよ、これ。もう何ヶ月かほったらかしにしたんですけどね、試しに。錆びてません。なので、でもちょっとね、これ色違うんですよ。わかります？メタルジグフラットに、
ついていたこの黒い針と、今回ね、なんかちょっとね、何でしょう。これね、メッキしてるんですかね。ちょっとなんか、炭素鋼そのもののような、見た目に見えちゃいます。あ、で、ちなみにね、一つの袋の中に、これ3セット入ってます。で、ちょっとごめんなさい。僕も自分の目で見たわけじゃないんですけど、ダブルフックの方は1セットのようです。スプリットリングに、スプリットリングのサイズは一緒ですかね。はい。赤い糸で塗られ、巻かれています。で、これ違いといえばね、スプリットリングから針までの、長さは一緒。で、ダイソーメタルジグフラット 60g についていたものと、針の大きさは完全に一緒で、形状とか、その返し、懐とかも、完全に形は一緒ですね。返しは非常に変えていますね。先もめっちゃ尖ってます。はい。なので、60g についていた仕様と一緒ですね。ちなみに、ジグパラの40と比べると、その針の大きさは歴然と一回りというか二回り大きい形となっております。ただですね、クロスライドスティックっていうんですかね、この、メタルジグ 40g なんですけど、の針と比べると、ちょっと形状異なってるんですけれども、ほとんど同じとなっておりますので、40g でもね、こういうあの、大きな、サワラブリ狙うようなね、のを、もう専門に狙うような、この大きなジグであれば、40g でも、こちらの、針を装着しても、まんざらおかしくないのかな、とは思います。ティンセルはついていません。ティンセル、なしとなっております。はい。これがですね、まず、16号。で、20号もあるので開けていきたいと思います。20号はね、こんな感じですね。さらに大きいですね。20、さらに大きい。はい。一回りですかね。一回り大きい。あ、クロスライドの針は20号なんですよ、これ。ほら。20号でクロスライドはぴったり一緒。もうほぼ肩、完全に一緒ですね。はい。そう考えたら、このクロスライドの X っていうんですか、このフック 40g のありには非常に大きいフックがついてるんですが、まあ狙う魚がね、最初から想定が違う大きい魚になってるんでしょうね。はい。ということで、16号と、ちょっと見えにくいですよね。ちょっとごめんなさい、セリアさんの台紙で、右が16号、左側が、20号でございます。で、同じ16号でも、元というか、このメタルジグフラットヘビーウェイトタイプ 60g についているものと比べると色が違います。はい。どちらかというと見た、これごめんなさい。まだ防錆のテストしてないんでわかんないですけど、見た感じ、アシストフックの方は鋼そのもの、炭素鋼そのもののように見えます。メタルジグフラットのこちらの方は、フックの方はどちらかと言ったらステンレス鋼というか、そうですね。はい。ちょっとメッキがしてあるように見えますね。ちなみに、メタルジグフラット60g のですね、にはフックサイズ16号相当と書いてあるので、やはり16号で間違いはございません。で、こっち側のね、フックの素材が、実は書いてないですね。なので、
素材に違いがあるかどうかはちょっとはっきりしたことはわかりませんが、一つ言えているのは色が違う。でこれは錆びてない、錆びにくいです。さっき言って、でこっち側はなんかどうやら、どうやらちょっとフック自体はあの錆びやすい黒いタイプのフックなように見えます。これと同じ色のねダイソーのフックが、ね、実はあって、それがねこれです。このあのミノーノについてるトレブル、おっと表示のトレブルと似てる、うん違うな、ミノーの方でも錆びてますね。田中修さんが錆びてますので、ちょっとだけ不安ですね。ちなみにねこのとね同じ平打ちというあれなんですけど、フラットの方はね確実に平打ちっていうか結構打ってるのが分かるんですけど、黒い方もまあ平らに打ってはいるけれども、どちらかといったら丸が勝ってるような感じがしますね。これ4枚削ってるだけなのかな、ちょっとこの辺は、はっきりしたことが分からなくて申し訳ございません。はい、ただでもですねこの16号相当ねちょっと大きい獲物を狙うのに付け替えてみようかな、いや試しに付け替えてみようみたいな時に、ありがたいんじゃないでしょうか。それにダイソーメタルジグフラット使っておられる方が、フックがダメになったので取り替えるのにも、ちょうどこのアシストフックは役立つだろうなというふうに思います。20号と16号の2つの展開、2つの重さ展開、そして、このものにはシングルフックと、こういうダブルフックバージョン、これちょっとここには今持ってないんですけど、こういう風な向かい合わせの形で、ついたダブルフックバージョンも同時に販売されたようでございます。この辺は情報提供だけになってしまいます。商品は手に入りませんでした、すいません。さあということで、まあ、ちょっといつもの強度チェックやっていきますね。何キロぐらい、10キロまでっていうか7キロ超えて耐えれたら、もうそれで OK ということにね今回はしてあげようかなと思います。少々お待ちください。それではいつものね、実験くんいきたいと思います。こういう形でね、いつもの、実験メタルジグくんのね、ダイソーメタルジグの、この棒タイプの40g ですね、のゼブラ君とに、スプリットリングで、つなげました。で、このアクロ系で、キログラムキロ数を引っ張って測っていきたいと思います。これで、ね、結構ね危険なんですよね。なので、ちょっとまあ見ておいてください。さあでは、何キロまで耐えれるでしょうか。7キロ超えたらちょっと勘弁したいと思います。さあスタート。お7キロ超えた、もうちょっと9、合格じゃないでしょうか。ドラグ9キロってね。で僕ねちょっと今思ったんですけど、前これで実験した時に10キロいかなかったんですよ。 7. 点何歩ぐらいで切れました。だけどね今回ねこれ 9.0 まで引っ張ってもね、切れる気配ありませんでした。ちょっとキュッキュッとか今言ってたんですよ実は。でだけど切れそうにはなかったですね。ちょっと10番に1回やってみましょうか。10いったらどうします？すごい、なかなかまあまあの強度ですよね。さあ、いきます。せーの、こい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 、あっち、
9.7。すごい。9.7。体勢が悪くて、ちょっと引っ張りきれないんですけど。あ、10、入った。てってれー。10いきました。で、すげえ。今回のは、全く危なげなかったです。見てください。わーお。これな、錆びやすそうな材質なんだけど、ちょっと、大蔵さんごめんなさいけど、前ね、せめて10欲しいって僕言ったんですよ。前番組でこれでやった時ね、7キロちょぐりでちょっと切れて、で、せめて10欲しいっすねって言ったか言ったら、10はね、完全に足りてますわ、これ。素晴らしい。でも素材がちょっと今度ね、なんか錆びやすそうになったけど、でも素材多少錆びやすくてもね、釣れるんでね、俺切れへんかったら。ダイソーの足すごく弱い弱いずっと言われてましたけど、ちょっと払拭するような結果となったのではないでしょうか。10キロいきました。すごい、これすごないっすか。なかなかまたええもん出してきましたね。はい、今回のこのアシストフック、ちょっとサビだけは怖いですけれども、今回のアシストフック、なかなかいい商品だということが分かりました。前回の黒のものよりも、かなり強度が上がったダイソーさん、非常に努力されたような、跡が見て取れました。またね、秋のシュワジングで大活躍、間違いなしじゃないでしょうか。それではまた、よろしくお願いします。まだグッチャンネル登録、グッドボタンお願いします。では、失礼します。